金港流浪と大白、小白山脈の一関係図。金港は大韓民国の中西部に位置する主要河川であり、韓国第三の河川である。九だらのことである中西南道港州からは、有人港、中西南道府与からは、白馬港とも呼ぶ。全羅北道庁水軍の小白山脈の上舞山の東斜面に橋を発して北流し、草港、邦阿川、 高川と合流しながら、全羅北道、中西北道と大田の同志境を通り、中西南道燕木群の南部で、第一支流である美古線と合流した後は流れを西南に変え、中西南道と全羅北道の道境を流れ、論山川と合流して、韓国有数の国葬地帯である論山平野を、貫流し、軍山と登る側の市群境で、郡山湾を形成し、航海に注ぐ。 水源から川口までの直線距離はわずか 90km に過ぎないが半時計回りに改流するため川の総延長はその4倍を超える。流域における全水系の水路総延長は 24,900km、平均標高 224m、平均傾斜17%、最高標高 1,609m である。沿岸の後継や川口の群山は、 物資の集産地として非常に栄えた。金光は三国時代、九だらにとって重要な水上交通路であった。甲州には九だらの旧という新、付与には新都市があり、そのため古代に日本、九だらと白木、唐との間で戦われた白月の絵の戦いが行われた白絵、白月の絵は金光と推定されている。また、 川にまつわる多くの伝説が残されている。中西北道四銅内の貧州の山東北部に、橋を発する草港との北西部の合流地点までが上流域であり、激しく蛇行しながら、西のアシレイ山脈と東の昇白山脈の間を塗って北流する。シゲルシュ急仙道や四ン,ンの日山、八景などの素晴らしい景観の渓谷で古くから継承地として知られている。 全羅北道沈安には流部カダムがあり、隣接する満傾向流域である全北、全周域への生活用水を年後億トン供給している。大田港域市内、高川沿いのハイキング道。高川の漁道、大田港域市西区坪村道にて、中西南道清原の第三島斜面に発する、高川との合流地点である、大田港域市北部までが中流域であり、途中、 清原の急流三南斜面に発する法案がと、中北奥線の東部で合流し、大田の北東部にある大震ダムに注ぎ、総貯水量15億トンに及ぶ大震湖が形成されており、首都機能を一部受け持つ重要都市である大田港域市を含む中部の治水、利水、電力生産などに大きく貢献している。清掃特別自治市、つばめ木面を流れる近郊。 下流域では、中西北道院上にある馬寺山西斜面に発する、微古線と中南つばめきの南西部で、また全北関州の呪しひきり台山東斜面に、発するロン山川と中南ロン山の西部で合流する。途中、多数の分解石が散在するくだらのことである甲州、不要一帯を流れた後、上述の通り、韓国有数の国葬地帯であるロン山平野を、干流し、 軍山と登るーの主群境に開く郡山湾で、航海に注ぐ。下流域では、森林面積が50%を過ぎず、農地面積が37%にも達する。川口付近には、水資源の確保及び、洪水対策として建設された近郊川口関がある。下流域は、古来より農業が盛んで、森林面積が少なく、洪水と渇水の被害が多く発生しており、 その深刻な被害を食い止めるために、この川口関と共に、上流の流部下ダム、中流の大震ダムなどが連携して、水理調整を行い、水資源の有効的な管理運営に力を注いでいる。有名なか用局の夢見る白馬港はこの川を歌ったものである。明治時代初期には日本で長浦井と呼ばれており、明治11年に日本海軍の天城が目測により、 川口付近の略地図を制作している。ありがとうございます。